はい、お疲れ様です。台湾の総統選挙が行われてですね、蔡英文氏がですね、圧勝と。で、過去の投票を一気に超えてですね、新記録達成で勝ったと。これはもう単純にその選挙の注目度が高くてですね、投票率がいつも低い日本からするとちょっと羨ましいななんて思ったりする部分でもあるんですけれども、このですね、台湾の勝利とか、その後は米中に関しての代理戦争だとかいろんなこと言われているわけですけれども、そういう専門的なことをですね、やっぱり僕も勉強不足なのであまりね、ここで喋っても仕方ないと。ただ単純にこの感想として、やっぱりこの香港のデモとかの流れがあってですね、基本的にやっぱり中国に対してのアンチなわけですよね。中国のやり方、そういうやり方に対してノーと突きつけるような香港の流れもあり、そして台湾も今回そんなような形が浮き彫りになったと。そんなようなことですね。で、やっぱりちょっとですね、僕もこの辺に関しては一つ思ったのはやっぱりちょっと羨ましいなって思った部分があるかな。何かっていうと、日本のね、選挙、注目度の低さ、割とこれは世界でも類を見ないほどみんな選挙に興味がないみたいな、そんな風に言われちゃってますけれども、確かに僕も周りで選挙どうしましたみたいなことをね、例えば飲んでる席とかで別にそんな深く話すことはないにしても、どうですとか言ったら言ってないよみたいな話、そういう答えってすごい多いんですよ。で、僕はですね、選挙は好きなんでね、個人的に。ずっとなんだかんだ言ってるんですけど、そういう意味ではこういう選挙の注目度が高くて、ある意味、羨ましいなって思う部分があります。あとは、中国、習近平になってから特になんですけれども、中国はもう今やですね、日本よりももう人口はもちろん10倍もいるし、国力もめちゃくちゃ強いし、防衛費、防衛費ってつまり軍隊にかけるお金ですよね。そこに関して中国はめちゃくちゃお金をかけてると。で、お隣の国なわけでですね、やっぱりこう、正直薄気味悪さがあるんですよね。中国のその巨大化に関しては。で、僕もね、生粋の日本人なので、やっぱり日本大好きということでですね、将来的に僕の時代がどうこうとかっていうよりか、自分の娘とか、もしかしたら孫の世代とかに、こう、未来を想像した時にですね、中国がますます力をね、こう、つけてきて、日本がね、何もせずこう、あわあわしてるうちに取り込まれちゃったらどうすんだと。それはね、すごくネガティブな意見ではあるんですけれども、日本っていう国が中国に取り込まれてしまったりしたらめちゃくちゃ嫌だな、みたいな。それはね、一種のね、おっさんの憂いなわけなんですけれども、そんなようなことを思って、何か言いたいかというと、中国の怖さ、薄気味悪さと。で、今回台湾が親中派を押しのけてですね、こう勝利したと。台湾の民主主義が守られたという形で決着したということは非常にいいことだなと思いました。日本もね、本当選挙でですね、例えば自民党がどうのこうのとかっていう、僕はそんなに別に反自民だとかっていう、反安倍がみたいなことはないんですけれども、むしろ野党ですよね。そこに対しての対立の法案とかっていう、そういうものをもっとですね、しっかり練り込んだ上で戦ってほしい。もしくは別に自民党の方からしっかりとした本当に将来を見据えた少子高齢化を解決する方法とか、税金の使い方とか、あとは俺たちの時代、俺たちの世代にプラスになるような政策、そういうものを打ち出してもらえる A、B、C、D でもいいんですけど、政党があってですね、そこがガチンコでぶつかり合うと、そんなような選挙、そういう選挙がですね、実施されればですね、もっと注目度は上がるのかなと。現状は与党も野党も、結局、選挙票が取れるため、そして選挙の投票率から言ったら、やっぱり高齢者、老人の方の政策ばっかり、選挙になったら大体そうですよね。若者というか、働いてる世代、育児世代、俺たち世代っていうね、もしくはもっと下の学生とか、そういうところに対しての、政策に関して、革命的な、革新的なものっていうものは全然まだまだ生まれてきてないんじゃねえかなというふうに思って、本当にいろんな、今日喋ったいろんなことを踏まえて、ちょっと羨ましさがあったというようなことでお話ししてみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。